実は俺はみんなにちょっと隠していたことがある。でそれが何かっていうのをもう単刀直入に言わせてもらうと、俺は実は最強なんだ。マジで怪力。手首とかさ、まあ、腕細いし、まあ、全体的に細いんだけど、これはその普段の俺のパワーを抑えてるだけで、実はマジで本当に日本一最強と言われたこともあるくらい、本当やばいくらいのパワーを持ってんの俺は。でも俺は抑えてんだよ、やっぱ自分が怖えんだよ本当に。なんかちょっとこう手加減しなかっただけで相手を本当に粉々にしてしまう可能性を秘めてるわけだから、それをね本当なんとかこう抑えてんだよいつも。やべ地震きた、やばいやばいやばい、パワーだ、完全に俺のパワーだと。まあ俺の力を説明してみたものの、やっぱり信じてもらえないか。一つ怖いのは、本当のパワーを解放した時にまた何かを傷つけてしまうんじゃないか。それだけが俺は怖い。よし、じゃあちょっと本当5年ぶりくらいで何が起きるか分かんないんだけど、まあちょっと一部だけ自分の力を解放するわ。とりあえずその全身はちょっとやばいと思うから、そのこの右腕だけ。じゃあ行くぞ。ふっ、うわっ、出よう、うん、こはまあ何が言いたいかっていうと、まあ、俺は普段力を抑えている、で今までどんなそのものをねこう壊してきたかっていうのをちょっと紹介すると、まあこういうなんか岩とか、あの鉄とか、まあ、硬いもの全般、やっぱ硬いものは一通り試したよね、壊せるか、でまあそのなんつうのかな、まあ、硬いものに飽きてきた時はやっぱこう自然をこうね形成してみたり、あとはなんだろ こう生命をこう作ってみたり、あとなんか風とかの流れをこう無理やり変えてみたりさ、あとはなんかこう人類をこう何導いてみたり、まあなんかほんと最強なんだよね実際。隠してはいたけどね、そやっぱ自分の力に飲まれそうだなと思って。自分の力に飲まれたらそれはもう自分の力じゃないから、自分の力をその自分でこうね思うがままに操作してる時がその自分の力であって、そのパワーに飲まれた時点でもそれは自分の力とはもう別の次元になってしまう。まあ言ってしまえば俺が倒してきたビーストたちと一緒だよね。ビーストたちはやっぱり自分の力に飲まれて、もう力のね思うままにこう物を壊したりさ、その人を襲ったり人間を襲ったり、まあ世間にはね知られてないけど、実は世の中にはビーストっていう、まあ、悪い奴らがいるんだよ。そういう奴らを俺はその力をコントロールして退治する。まあね本当心痛いんだけどね、その元やっぱ同志、同じコントローラー、パワーのコントローラー、まあコントローラーって言うんだけど、その能力者たちのことをコントローラー同士で、まあ、一緒にね世界をこう守ってきた、まあ、それこそ1920年のその隕石襲来の時もやっぱりガーディアンとしてさ、コントローラーがこう隕石をこう全力でぶっ壊すみたいな、そういう伝説もあったんだけど、やっぱそういうなんか事件が起こらなくなってくると、その身内のなんか能力者の中からやっぱ悪いやつとかね、なんか革命を起こすとかそういうなんかやつが出てきて、まあ、やっぱこう仲間同士でこう争うことになってね、まあビースト化したやつを、まあ最近ではまあそのまあ公にはなってない、一切メディアはね取り上げたりしないんだけどね、まあ、影ではまあ戦ってる、こういうね動画を作ってる間にも、まあ影ではねこうコントローラーたちがそのビーストと戦ってると、まあ普段ね、まあこれがねちょっとまあ今までほんとずっと黙ってて申し訳ないなと思ったんだけど、まあ言おうかなと、さすがに言わないとなと思ったんだよね、節目だしね、だからまあこれが本当の力です、僕の。まあ、でもこれからもね、そのやっぱコントローラーっていうのをまあカミングアウトしたんだけど、まあコントローラーだからといってやっぱりそのみんなとそのなんかねその距離があるとかそういうのはなくて、やっぱ今まで通りなんかやっていけたらなと思ってるんで、まあその俺はやっぱその世界がねこうできるだけこうね壊れないようにバランスがなんかあればいいなと思ってるんで、まあこれからもなんか今まで通り、まあこういうカミングアウトしてちょっとねなんかやっぱそなんつうのかな、英雄だと思っちゃうかもしれないんだよ俺のことをね。英雄ってみんなやっぱ言っちゃうんだよね、その言わなくていいって言ってもやっぱ英雄
って言っちゃうと思うんだけど、でも全然言わなくていいというか、まあ、今まで通り、うん、なんか俺そういうのしないからさ、そのやっぱ確かにやってることはまあそうかもしれないけど、やっぱ俺そういう堅苦しいの嫌だから、やっぱり今まで通りなんかね、俺は世界救って、まあ、何千人っていう命を救うけど、今まで通り接してほしいし、まあ、力もあるけど、やっぱ今まで通りそこはなんかねフラットな感じでやっていきたい。まあ、あとなんかね、あのコントローラーのなんかこうサインとか欲しかったらなんかね、あのあるから、そういうサインがあのなんかあげるから、そういうのもなんか欲しかったら、うん、別にそういうのも全然ね、あの俺あの気分大丈夫だから、あのまあ物によ人によってはね、なんかね嫌っていう人もいるかもしれないけど、やっぱ俺なんかみんなとなんかね仲良くしたいコントローラーだから、だからねよろしくっていうね、うん、